岡田監督、中日のトレードに笑いが止まらない。岡田監督は中日のトレードについて、なんやあれ、ようわからんよ。中日の補強なんか関係ないわ。俺らを追う、補強言うんか。この時期に追う、木下がおらんくなっても他の球団からキャッチャー準備するのはちゃうやろ。マジで言ってるやん、その辺のおっちゃんすぎ。野球好きのただのおっさん定期、これくっそバカにしてるやろ。めちゃくちゃ笑ってて草、ベラベラ喋りすぎやろ。まあ補強ではないわな。なお交流戦は中日以下の模様。交流戦で落ち込んだ岡田監督を笑顔にする名将た津波の見事な采配。文章に笑多すぎ、バカにしすぎや。居酒屋でインタビューしてるんか、笑いすぎやろ。なんで最下位のチームが若手出して即戦力補強してるんや。そらそうよ、評論家じゃない他球団の監督が物申すのってやめてほしいわ。首位から落ちたらクソ煽られそうやし、タッツが球界のおもちゃになってて悲しい。なんでこんなベラベラ答えるんですかね。不倫会見じゃないんだから黙ってればええのに、喋ることで他球団を牽制してるんやで。なおただ野球が好きすぎるだけの模様。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに独自の視点でファンの声をまとめた動画を毎日発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。